はい、こんにちは、ライムです。ということで今回はシーズナルストーリー、成果を宿すプレゼント、リスキーバトル1、スコア21万6000ミッションを最低限の火力で攻略、パーティー紹介。はい、ということでね、全人類待望の攻略動画、まあ、ちょっとやるの遅いんですけどね、こちらやっていきたいなと思ってます。はい、でそもそもね、そんなミッション知らねえよっていう人いるかもしれないんですけど、実はね、新しいミッションがスコアバトルが追加されるたびに出てて、で今一番新しいので、ね、これリスキーバトル1でスコア21万6000以上でクリアするっていうものがあって、こっからがね、急に難易度上がったんだよね。なので、ここ達成できない方、まあ遅だなっていう予想で、勝手に僕が、動画撮るわけなんですけど。これね、当然ながらスコア、要はダメージコンテストなんだよね。やり口としては。なので、どうしても必要な火力っていうのがあるので、まあ、それをクリアしたのみ、人のみが達成できるっていうバトルになってるから、正直手持ちによっては不可能だと思うので、あくまでまあ参考程度にね、これぐらいの火力があればいいのかぐらいに見てほしいなと思います。はい、で今回の、敵の詳細ですが、プレゼンターというね、敵で弱点が氷属性となってます。でサインが、丸で、その他ですね、防御ダウンが効きます。で物理攻撃を対応する、それがフォースゲージプレゼントをゼロにすると、自身と対象全体にブックアップを付与する。フォースゲージはダメージを与えることで減少する。また、物理攻撃が有効、また、ブックダウンが有効ということになってるんですけど、ポイントとしては、今回のプレゼンター、スコアを出すためにはヒーラーを抜いた方がいい。結局、プレゼンターの攻撃で最後まで死なない HP さえあれば、アタッカーを並べた方がスコアは出しやすいので、ヒーラー入れる意味ないんですよ。なので今回はヒーラー抜きましょう。ヒーラー抜いて3人ともアタッカーで、 HP はね、具体的に言うと6000以上は欲しいかな。ちょっとプレゼンターを誰に攻撃するかっていうところもランダムなので何とも言えないところですが、6000あれば安心っていうところかな。安心ライン、まあ運ゲーによってはもうちょっと HP 少なくてもいいかなと思うんだけど、まあ、今後のですね、多分リスキーバトル2とかも多分出てくると思うんで、それを考えるとどっちにしても HP6000 ぐらいは必要かなと思います。で、こいつ弱点が物理になっているので、魔法攻撃、例えばセフィロスの切り羽とかね、あれ、氷属性で弱点なんですけど、魔法攻撃扱いになっているので、ちょっとね、物理攻撃よりもダメージが下がるってしまうので、まあ本当にどうしようもなくてね、他に使うキャラもいませんみたいな状態であれば、全然使ったっていいと思う。まあ、あるいは切り羽がね、もう貫突してるよみたいな人、てかそもそも切り羽貫突してる人だったらこんなところで悩まないかなと思うんだけど多分ねなんですけど、だから今回の特攻は間違いなくティファの聖火のグローブ、サンタティファが特攻ということになってて、でなおかつ、サンタティファ持っている方であれば、サンタティファを軸にその他のキャラはサンタティファがいかにダメージを出せるかっていうところを考えて編成するとスコア出しやすいかな。具体的に言うと、ティファ以外のキャラを防御ダウンできるキャラ、それから霊属性耐性ダウンができるキャラで並べてあげるとグッドで、まあもちろんその他の2人もですね、ブリザラブローとか、そういったものをセットしてあげると火力が出しやすいってことかな。ポイントとしては本当そんなもんで、あとはもうオートで、まあ、召喚獣だけは使うけど、それ以外は全部オートでやっていこうかなと思うので、はい、ちょっとパーティー編成紹介します。これが最低限の火力だ。はい。ということで、総戦力15万3000だったんですけど、まあ、こんぐらいなんのかな。多分わかんないけどね。もうちょい低くてもいけるかもしれないけど。でやはりメインは先ほど言った通り、軸はティファで、これ1凸しかしてないので、まあ、厳密には2凸してあるんだけど、まあ、ステータスには大きく変動がないので、このね、とりあえず1凸したこの聖火のグローブがあれば安心かなっていうところだね。あとウェアはもちろんね、ウェアまで引きましょうっていうのがエバクラのね、礼儀作法なのでで、ティファにですね、シバダイヤモンドダスト装備させておきました。でステータスが HP6050 と、仏攻が2770、まあ、これぐらいになるようなライズアビリティ構成であれば OK かなと思う。この別に仏攻が今レベル7ですけど、攻撃力アップとかね、そういったものでも
OK なんで、とりあえず攻撃力こんぐらい上げていただければ安心かなと。で、マテリアは、マルサイン破壊さえできれば OK なんで、マルサインの獲物装備しましょう。であと、その他のキャラですが、ルティアとかだったら、だいぶバーストね、これ、まあ、6突してある必要はないと思うんだけど、1突でもいいと思うんです。連続性耐性ダウンができるんで、これでティファのね、火力のサポート。で、この、だいぶバーストのサポートマテリアの一番下で、連続性威力アップ 30% がつくんで、これで見れねえのか。そうそう。ね、ここに、一番下に、ブリザラブローはね、必ず装備するようにしましょう。火力全然変わってくるからね。はい。で、あとザックス HP7000。もうこんないらないけど。はい、こちらカットラスだね。これ一突状態で問題ないです。敵単体の防御力を中断するというものになってて、あとブリザラブローで殴っていく。攻撃力と、まあ低めだね。本当おまけ。防御ダウンして、あとはもう普通に、ブリザラで殴っていくみたいな感じになります。で、戦力調整して15万3000にしてあるというところだね。はい、これでいきましょう。あ、で、言い忘れたんだけど、フォーチュンカードは必ず、この今赤く出てるやつ、味方のスコアボーナスプラス 200% 取りましょう。うん。これでもう、勝つる。で、下のね、デメリット。これがね、治癒力をマイナスの時もあれば、HP マイナスの時もあったりするんで、ここ運ゲーになっちゃう、どうしてもね。今回 HP にマイナス 20% なんで、これで、うん、まあ、あとはもう運ゲーだね。こいつが、こいつの攻撃優しいか優しくないかみたいなところになってくるから。まあ、あとは、お祈りですね。まあ、別に、何回か挑んで、一回だけそのスコアを超えればいいだけなんで、ね、どっちにしてもこいつ周回することになるから。で、あとのポイントとしては、まあ、終盤かな。まず1回目の攻撃バフね、こっちに攻撃バフしてきます。クルリンパ。おっとっと。終盤で、まあ、リミットブレイクとかね、あらゆるゲージが溜まった後に、うん、まあこれを普通に食らってく。ティファンがね、気持ちいいぐらい火力出してくるんですよ。たった1突なのに。で、召喚獣とか撃つタイミングは、防御ダウンと、連続性耐性ダウンが全て入ったタイミング。で、なおかつこのイーコリンプレゼント極みで、こっちにバフがかかった状態。このタイミングで、撃っていく。これがね、ベストオブベスト。で、このタイミングで撃っちゃう。これ、サイン破壊終わってからでもいいからね。タイミングはどっちかで OK。今、このタイミングで、防御デバフ入ってたから撃っちゃったけど、このサイン破壊フェーズが終わってからでも OK。7万ぐらいだったかな？そうだね。結構ダメージ出してくれるんで。で、あと、ここからサイン破壊だね。あとはもうひたすらぶん殴っていくだけです。ね、ほんとギリギリでしょ。21万6000。危ねえ超ギリギリほら最後の一発で届くみたいなね、超ギリギリなんで、もうほんとこれぐらいが最低限の火力ということになるんで。はい。またね、リスキーバトル2が追加されたらまた新たなね、スコアが。で、ブルークリスタルのミッション追加されると思うので、その時になったらまた新しい動画アップしたいなと思っております。はい。といったところで、今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。